皆さんこんにちは森口でございます日本株速報今日もよろしくお願いいたします今日は9月の30日の月曜日を題がこちら 思ったよりは下げてないということで話をしていきたいなというふうに思います日経平均株が今日は1910円4.8%の下落ですいやだいぶ下げてますよだいぶ下げてますけども2400円とか先物の言ってたのでまあ、それに比べるとっていう感じかなっていうところとチャート的にもっていうところはあるのかなと思いましてこんなタイトルにしてみました個別銘柄では三菱 UFJ 東京エレクトロンファナックチェンジホールディングスモリタホールディングス見てシスのチャート分析やっていきましょう今日も最後までよろしく お願いします。ということで、このチャンネルではこういった形で終わったばかりの日本株の振り返りを毎営業日夕方5時でやっております。必ず毎営業日やっておりますので、ぜひおほぼ、本日日本株速報チャンネルのチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは早速、今日の振り返りを見ていきましょう。それでは3指数見ていきたいと思うんですが、揃って大幅安ですね。日経金が一番下落率が大きくて4.8%、半導体の下落はやっぱ大きくなりましたね。軒並み7%から10%ぐらいを下げている銘柄とかもあったかなというふうには思います。でトピックスグロース250指数も下げて いるのはやはり値下がり銘柄数がとても多くほぼ全面安だからですよね業種別ランキングを見ると銀行のみが上がっていて保険とかね証券とかは上がっていないということなんですねで輸送用機器や不動産はまあ利上げ警戒からっていう形になるんだと思いますけども円高やまあ、不動産の場合には金利負担とつながりますからねそういったところが売られているという形になっておりますただ今日は中国株がすごいことになってまして上海総合指数が6.8%深圳が8%とか7% パーとか3パーとか,なんかこういう数字が並んでいるということにはなっておりますが中国市場、多分明日から10月7日までお休みかなとなってますんで連休明けどうなるのか逆に心配ですね。 売買代金ランキング見ていきましょうトップがファーストリテイリングになりましたこれはおそらくなんですけども今日キャップ調整売り出てるのでそこで最後にガッと膨らんだんじゃないかなっていうふうには思いますで実質は三菱重工業が1位という形になるんでしょうね個別銘柄ではでレーザーテック10%以上東京エレクトロンで7.95トヨタが7.6という形になってます三菱 UFJ なんとかプラスですけども ですすからねねやっぱ慈愛の弱さを感じますよ、ね、グロースの売買代金ランキングは、えー、総裁選の日に宇宙関連すごい上がっていたんですけどそれも巻き戻しになった感じなんですかね QPS アストロスケールが大きく下げているということですしそういったところから指数も全体的にやっぱ下げてしまっているってことなんでしょうねはいまずは三菱 UFJ から見ていきたいと思うんですが今日は唯一上昇したセクターっていうのが銀行業になっています高市発言の反動で買い戻しというふうにありますけども、まあ、買い戻しが進行して 引るほど上がってないというと言いますか逆に引け間際まではマイナスだったっていうのが三菱 UFJ の動きになっておりますはい三菱 UFJ の冷やしシャートはこのような形になっておりまして安い高いところから安いところに下がってしまって結局5日線の下で終えてるんですねですからなんかやっぱこ地合いに飲み込まれちゃったって感じですかね地銀とかも上がってるっていうふうになってたんですがなんかそんなにこう目立って上昇してるって感じはなかったですね 逆光高,高ではあるんですけどもそれでこの位置だったらばなんかあんまり魅力を感じないと言いますかそんな感覚は持ちましたが皆さんはどうでしょうか PR とかもほとんど変わっていないですよね信用倍率も高いままやはり需給の重たさが影響しているのかなというふうには感じます続いて東京エレクトロンなど半導体関連を見ていきたいと思うんですが東京エレクトロンで7.95%スクリーンホールディングスが6.71%アドバンテストで6.49%ディスコ7.89%の下落ということで軒並み大きく 下げております、まあ、こちらも石破総裁、石場元幹事長が勝利したことによって、まあ、これが高市トレードの巻き戻しの一部だと思いますし、 リリススククオオンからリスクオフに切り替わったとということですよねそして、前週末のアメリカ市場の中でも、えー、NVIDIA など、半導体関連が難聴だったことから、まあ、ここからもですね、より売りが出やすい状況にはなってしまったんだろうなっていうふうには思っています。東京エレクトロンの冷やしチャートはこのような形になっておりまして、今日の終わ値で見ますと、5日移動平均線をわずかに上回っているかなという感じでございます。ですから、まあ、なんとかその高市トレードの巻き戻しは発生していますが、こらえてるというか、25日 日動平均線の上にはいるっていうところなので、えー、ここからですね今日はやっぱりもうしょうがないという風に思うんですけどもどこまで耐えられるかっていうのがねポイントになってくるのかなと思いますただまだ大きな流れは25日移動平均線も75日移動平均線も下向きなのでどちらかというと上値抵抗の方が強く需給も重たいまんまですのでそこは注意してみていただければと思います現状の信用倍率は9.98倍です明日の夕方また更新されると思いますのでこの辺はチェックしておいてください続いてファナックを見ていきたいと思います株価は5.6 5%の下落です、ね、でえ先週までに何があって買われていたかというと中国の景気刺激策の発表ですね。ね これがあったんでファナックは買われていたってことだったんですけども今日は PMI の発表があまりよろしくなかったっていうところから売られているという説明があるんですが中国株やったら上がってますよねそれでもファナックは売られてしまうというところですから全体相場の弱さ日本株の弱さっていうのを今日は感じましたねはいファナックの冷やしチャートはこのような形になっておりまして8月5日から見ると安値を割らずに高値を超えた後なのでちょっと期待できる動きではあるんですが再び75日移動平均線 を割り込んでしまっています。今まで75日移動平均線が効いていて、でここから。 はなんかこうギャップアップとギャップダウンが重なってしまったのでちょっと上値が重たくなっちゃうかなという感じですかねで中国市場が明日から結構お休みが続きますのでその材料なくどうやって動いていくのかというところが、ね、非常に注目かなというふうに思いますが、まあ、日本株がこのまま定調に推移するならばファナックも、ね、ちょっと飲まれてしまう部分もあるのかなというふうに思ったりはしております今の PR が31.4倍配当売り回りはなく信用倍率が4.11倍となっております 続いてチェンジを見ていきたいと思います。こちらは石破関連銘柄の一つということになるんでしょうね。地方創生関連として物色ということで、まあ、チェンジ自体が地方自治体のデジタルトランスフォーメーションを支援する企業ですから活躍余地が広がるっていう見方が。 あるということなんですね。非常にこう株式相場っていうのはこう連想ゲームみたいなところがありますからね。これにいち早くこう気づいた人がポッとこういうところに乗れてくるんだろうなというふうには思います。チェンジの冷やしーはこのような形になっておりまして、8月5日以降はだいぶ株価がね堅調、うん、に動いてるのかなというふうには思います。で今日のね出来高が非常に大きいですよね。結構期待できる動きに見えるんですが、ただローソク足は上ヒゲが長い陰線という形になって ています8月29日分の、まあ、利益確定売りみたいなものが結構出てきたのかなと。 いうふうには思うんですけども、まあ、そこよりも終値ベースでも同じぐらいなので、まあ、明日の動きちょっと見てみないと何とも言えないかなって感じですがザラバ高値は更新できているので、まあ、上昇十分期待できるチャートにはなってきたのかなと思います現状 PR がまだ12倍ですからね結構魅力的に見えるんではないでしょうかはい取りマリも1%ありますし信用倍率11.52倍となっております続いて森田ホールディングス見ていきましょう株価が9.99%の上昇でこちらも石場関連銘柄という形に になりそうですえ防災省の創設を訴えてきていることもあって防災関連銘柄の一角としては。 なんか物色されているっていうことですね。防災関連ね、普段あんまり見てなかったんでね、こういうものにはなかなか手が出せないなというふうに思いながら、なるほどというふうに感じて見ておりました。森田ホールディングスの冷やしャートはこのような形です。でもかなり堅調に動いてましたね。8月5日よりも前よりも、まあ、どちらかというと、こう、堅調にずーっとこう動き続けていた。8月5日も暴落しても、下髭長く結構戻していましたからね。こういった銘柄はやっぱ強いなというふうに思いますし、これで、石場関連銘柄といっ 位置づけらられれるんでであれば、まあ、一気にこちらもでき,たかできてますよねと言っても普段が少ないっていうところもあって、まあ、普段よりも10倍ぐらいはできてるかなといった形でございます今後結構注目度集まるかと思いますので名前を押さえておいてもいいんじゃないでしょうか、えー、PR が13.8倍配取り回り2.27%となっておりますはい、えー、それでは日経金株価を見ていきましょう今日あのサムネイルのタイトルが思ったよりも下げてないというタイトルにしたんですけどっていうのは転換線は割れなかったんだなっていうところが一番ですかねあれ も50割れていないので、まあ、なんとかいい形を保ったのかもしれないんですがただ何にも出てないかってわけではなく地高スパンがね 残念ながら割れてしまっているのでこれは売りサインという風に見て取れるのかなという風には思いますで明日以降が本当に大事になってきて2日間の高市トレードの巻き戻しはもう済んでますのでそこから下落に転ずるのかっていうところがポイントになるのかなと思いますトピックス見ていきましょうトピックスに関しましても転換線は維持している遅行スパンは割れているという状況ですね RSI は50を割れてはいません ので、まあそんなに悪くはないかなっていう、なんとか耐えたかなっていう、これはサポートとして機能すれば問題ないかなっていうところではありますかね。グロース250室、残念こっちは割れてるかなという形ですね。転換線も割れてて、基準線もちょっとだけ割れてますね。 ですからちょっと弱いなって感じはあるんですが、逆にコースパンを割れてはいないという形になっておりますし、あれさえは50できているのは同じということですから、こちらも明日以降の動きですね。重要になってくるかと思います。週末のアメリカ株の動き、もう一回確認しておきましょう。ニューヨークダウは最高値更新していますが、上髭の長い陽線という形になっております。今日の動き非常に注目できると思うんですけども、まあ、どちらかというと明日の ISM 製造業景況指数なんかに注目をしております。サンドピー500ですがインセンをつけてマイナー 0.13%。高値圏にいるけども、陰線続きでちょっと上値が重たいかなという印象です。ナスタックに関しましても陰線が2つ続いて0.39%の下落。半導体関連の下落とかもちょっと大きかった分ですね。ちょっと上値が重たいなという印象はあります。ただ、金曜日はラッセルが上昇しているんですね。が、まあ、こっちも陰線ですね。 陰線自体がもう6日連続になっていますので、だいぶザラバの動きが弱いというふうには言えるのかなと思いますもう間もなく遅刻スパンと株価がぶつかるなどの売りさえも出そうなので注意してみていきたいと思いますで最後為替が141円90銭といった形になってます転換線基準線も割れていますので割れて抗もあって140円割れ直近安値割れありえなくはない動きだと思いますのでそこは注意してみていきましょうはいということで今日は思ったよりは下げてないということで話をしてみましょう 見ました、まあ、チャート的には転換線を割れなかったところまでなので基準線も割れると思ってたので、まあ、それはなくてよかったかなというふうには思っておりますでこれからまた割れる可能性もありますので明日以降の動きが本当に注目になるかと思いますので一緒に見ていきましょうそれでは今日もお知らせを入れさせてください個別銘柄をとことん分析するマガジンですが毎週金曜日更新で分析記事をアップしておりまして、えー、ライフドリンクカンパニーを先週は分析をしております今週はまた長期投資戦略のアップデートをしたいというふうに思っておりますまたガチソクファイヤーが アマゾンオーディブルで聞けるようになっており a m Amazon a オーディブルが10月2日まで2ヶ月無料キャンペーンをやっていますですのでよければ a マゾンオーディブルまだ聞いたことない方は a m Amazon a オーディブルを登録して、えー、ガッツファイア検索していただければ実質無料で聞けるということになりますのでよかったらチェックしてみてくださいよろしくお願いしますということで今日はこんな感じで終わっていきます今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンとまた明日以降もこのような形で夕方5時目標更新していきますので明日も聞いていただける方はぜひほぼ日日本楽速報チャンネルのチャンネル ン登録をよろしくお願いしますそれではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさようなら